はいどうも、ルーでございます。セブンナイツやっていきましょう。今日はねまあみんなこの甲状腺のことでね、話題持ちきりなんじゃないかなと思っております。グレンの城、ファイの、旧セブンナイツファイと戦おうということで、もうね1回2回やっちゃってるんですけど、最初はね、150万ぐらいだったかな。そうですね。で、2回目が、3エリアまで、3ウェーブまで行って、300ちょいでした。で、とりあえず、そこまでのね、足跡をちょっと残しておこうと思います。他の動画配信者さんの中で、いろんなことやってる方いらっしゃるとは思うんですが、僕は今やっている状況で、まあ、やっていけばなと。とりあえずこれで3ウェーブいけたよっていうところにしたいなと思っております。で、それ以降は、ギルドの中で、メンバーと情報共有しながら、やっていこうかなと思っております。はい。ちょっといまいち分かってねえかな。いまいち分かってねえから、なんか無理に人のやつを見た知識を入れないで、自分の分かってるところで行こう。魔法リーダー借りて、ベリカ。フリーダメアップ。弱ダメ、スキダメ、クリティカル。クリティカル。で、貪欲、魔女の貪欲。まあ、これ、弱ダメはいないかもな。振りダメは出ちゃうから。甲状腺スコアアップのがいいんだよね、きっとね。あるよね、セブンナイツ宝石で、それ。セブンナイツ宝石だっけ。なんかね、こういうところもまだまだちょっと甘いんでね。ボス戦か。ボス戦だな、甲状腺。甲状腺寺王国防衛戦か。それ持ってないね。それをちょっと欲しいとこですね。ちょっと交換しようかな。いやー、ボス戦宝石も残しててよかったわ。甲状腺防御力危ないな、これ騙されるとこだったな。これをベリカに装着。で、ベリカ。今日またお金なくなりますよ、ほんと。いつまでたっても金欠は終わらない。エンドレス金欠。で、あとはゲリドゥスだけでいいかな。ゲリドゥスが、指揮官の剣、思念の青い月光剣、で、
闇で、クリダメ、弱ダメ、スキダメで、クリダメ、攻撃力、これでいきます。なんだっけ、神話スキル、神話スキル、神話スキルは2にしてます。1から3人攻撃ダメージアップ、まあ、ベリカのね攻撃上げようってことで、さあ行きます。ちょっと前語りが多すぎる。カイザー、プレイヤーは2ウェーブ目を突破するのに必要。それでは始めましょうか。魔法実施。2ウェーブ目がレイチェルとベリカ2体いるんですけど、レイチェルを倒すとレイチェルが真暴走するんですよね。なのでそこをちょっとで、これがね、あのポジバフで消せます。これがポジバフ解除。はい、消えました。複数免疫って出るから結構騙されるんですけど、実はあれでした、ポジワフ解除可能な、ターン制の複数免疫でした。 OK で、始めましょうか。でこれが前衛のベリカを倒さないと後衛のレイチェルに当たらないっていう、甲状腺とかでのお決まりなパターンですね。ただ1ウェーブ目みたいに、なんだろう、魔法しか効かないとかそういうのはないです。あ、やば、やっちまったやっちゃったやっちゃった。カイザー使っとかないと、あ、ていうか解除できてないとだからだ。解除しとかないと攻撃力アップとか解除しとかないと、ああなる。いやー、しくったな、これやばいよ。ちょっと待って、もう一回やらせてくださいひどい、すいません、もう一回いきます。まずカイザー入れて、ベリカの下スキル、よし、 OK。 ここで複数メイク来ると、なんだろう、上から撃たないといけなくなるんで一旦遅れますね。でこれ上撃ったらもう一回下撃ちます。光を、
ここで複数目に来た場合はちょっとゲリルスの上打つ、打つかな。これで落とせ、落とせ、落としたい。 OK。 これでいけるかな、このまま、このまま倒してくれるかな。あ、倒せなかった。あ、どうした。私の計画がまあ2分以内には突破できるね。教えてもらったのはカイザー、ベリカした、ベリカ上、ベリカしたっていう感じで流れられれば2分以内いけるね。ここもカイザー打っとかないと火ダメがえらいことになる。2回スキル打たれてるからね。あ、打たれてね、間違えたんだ俺が。これ消せる？ポジワグで。消せた。でカイザー入れとかないと恐ろしいダメージを、さっきも見ていただいた通り、絶対カイザー忘れちゃダメ。うん、これは俺との約束だよ。さあ私の魔法を紹介するわ。回復入れとこ。でここの2ウェーブ目は7分超えると、あの真消滅使われます。やべ、しくった。これ大丈夫？あ、耐えた。逃がしはしない。どうしよう。いけるかな、いけるか。でここで飛ばして、飛ぶかな、これで神話スキルも相まっていくでしょ。いかない、いっちゃダメ、いかない。さあ私の魔法を紹介するわ。やば、すげえ時間かかってる。すげえ時間かかってる。なんでリナに飛んでくんの。参ったなこれ。これリナ死んだ、死んだね。まあしゃあないか、まあ、よくわかんないけど出しとこう、とりあえず。いけ、
で、ここで新暴走来るから3000たる、ちょっと待って待って待って、やめてオッケー。でカイザー、あちょっと待って、フレームドライブ、こっからはもう全然わかんないんだけど、とりあえずああ死んだ、ダメか、とりあえずデバフ解除、ネガティブバフ解除をしてくるんだよね。だからネガティブバフを与える、そうするとアグニアの槍使ってくるんで、もうアタッカーいなくなっちまった。で、ここで入れるフレイ、カイザーフェニックスを。で、これが来たら、あれ？待って待って待って。ちょっと待ってよ。っていう感じで、もうここら辺は全く歯が立たないです。いやまあとにかく魔法キャラが、魔法のワンタワンバックがまあ肝かな。いやファイかっこいい、マジで。ぜひ貫突して使ってみたいね。正か、わあ地球が物理攻撃だから食らわねえだけだよねスクルトがはい、まあこんな感じっすわ。でなんか攻撃力ダウン8ターンやられてるね。はい、こんな感じでございます。はい、770万手でしたから、違うな、780、300、そうだね、780万手だから320万ぐらいですかね。まあ多分どちらにしろ俺の最高記録ですね。はい、まあうちのギルメンも300、まだモンデル最中の人とかも多分いっぱいいると思うんですよ。今プレイ中のみんなもねいるんで、で300ぜ、なんだろう、3時ぐらいまでかな、サブマスが316万出してくれてて、俺はその前に150万と310万ぐらいか。はい、まあそんな感じですね。はい、まあ少し参考になればなと。まあなんだろう、美貌録的な、うん、ああそうね、そうそうそうみたいな、俺のプレイを見るんじゃなくて、ああこうやって来るね来るねっていう、シミュレーションに使っていただければいいんじゃないかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。いつかこの子をひざまずかせたいルーでした。バイバイ。